皆さんこんにちは、総社市長の片岡総一です。今日も総社からこの倉敷の FM 倉敷のねスタジオに来ました。今日はすっごくいい天気で、予想気温が21度かな。21度といえばね、もう春真っ盛り、春爛漫みたいな感じですけどね。桃が、花びらが落ちて、ね、桃のこう新たな、ね、子供ができつつある、結実してね、これから育っていくみたいな感じになってますね。相変わらずこのスタジオに来ると入り口のところに、消毒液が置いてあって、そしてスタジオの中にはもうなんかこのガラス板がもうねディレクターさんとの間に置いてあって、もう飛沫感染を、もろ防ぐんだという、まあ、FM 倉敷のスタジオそのものが、防護服みたいなことになっていますね。まあ市長として今もう朝起きてもう寝るまでもう新型コロナ対策のことでね、頭がいっぱいみたいなそういう日々ですね。まあ当然といえば当然で、全国で、現時点でですよ、8699人の方々が感染しているということです。まあ、結構東京のニュースがね、全国の国民を震撼させる、161人、昨日も127人とか、多い日は197人、そして、テレビのスイッチをつければ、医療崩壊、重篤患者の方々が、今にも死にそうだ、そして、病院ではもう本当に一般の疾病患者の方々が、コロナウイルスの患者の方々に追い出されている。お医者さんそのものがうつって、看護師さん、そして入院患者も含めて、クラスター、いわゆる集団感染が起こっているみたいなね、そういう映像を見ると、まあ、当然のことながら、地方の長であれね、朝から晩まで、コロナから、市民を守っていく、そして岡山県全体を守っていくんだというね、そういう、まあ、気構えになってくるの、これはもう当たり前だと思います。まあ、今朝、ここに来る時点でも総社市新型コロナ対策、委員会というのをやってきまして、まあ、僕は本部長なんですけれども、それぞれのポジションに、まあ、指示を出してきたわけですけれども、まず最初にね、学校の休校についてです。で、総社市は、ご承知のように本来であれば4月6日7日から始業式あるいは入学式が始まって、今は1学期の新学期の、まあ、スタートを迎えているところなんですけれども、私は今子どもたちの命を守らざるを得ない。もしある小学校でね、子どもたちが感染をしてしまった。で、その子どもたちが家に帰って、おじいちゃんおばあちゃんにまさかそのコロナをうつしてしまった。そうするとどうしてもお年寄りの方々は重篤になる、まあ、糖尿病になっていたとか特定の疾患を持っていたということで、おばあちゃんおじいちゃんがコロナで死んでいく、あるいは学校全体で、感染が拡大されていく、いわゆる学校クラスター、まあ、こういうことをね今起こしては絶対ダメなんだ。子どもたちの命、市民の命を守りたい、まあ、そういう気持ちで、5月6日まで、総社市内の、中学校小学校そして幼稚園そして認定こども園の幼稚園の部そして障害の施設などなどについてね、5月6日まで6日までなんとか、我慢してもらいたいと、まあ、これはね本当に、両方とものお父さんお母さんが働いていらっしゃる方々、まあ、それをカバーするために教員の方々が立ち上がって、
1年生から3年生までの学校の担任の先生などが、まあ、緊急に、まあ、学校の中で、まあ、テーブル、まあ、机をね、離してマスクをして完全防護の中で、緊急の受け入れをやっていく。でその後は、3時以降は放課後児童クラブのスタッフの方々が、その子たちの面倒を安全性を注意しながら、気をつけて、対応していく。また、学校の先生がですね、まあ、勉強勉学の授業風景などを、まあ、ICT 事業といってパソコンであるとかね、まあ、スマホも含めて、家庭に配信していくというシステムを作りながらですね、まあ、これは来週から徐々に始まっていくと思いますけれども、みんなに本当に苦労をかけるんですけれども、今ここはですね、本当に我慢をして拡散を防いでいく、子どもの命を守っていくということにご協力をいただきたいと思います。まあ、週に1、2回の、ね、臨時登校日を作って、それでチューニングをしながら、あのビデオ見たかみたいなことをやりながら、体の調子はどうなのかというチューニングをやりながら、進めてまいりますけれども、今それがしのぎどころだと思います。でも皆さん、仮にね、総社市内に感染者が5人、10人、20人、そういった状況になった時にですよ、多くの小店舗、まあ、今でさえ厳しいのにね、本当にゴーストタウン化した時にね、本当潰れますよ、倒産します。で、今どころの騒ぎじゃなくなる、そして死者が出ていく、そして総社市全体の経済が大幅にダウンしていく。で、その最悪の事態だけはね、なんとか避けていく、なんとか防御していく、今が踏ん張りどころなんです。ですから、ご理解をいただきたいと思っています。まあ、教育現場からね、本当に守っていこうということになってますが、総社市全体でいうとですね、今三菱自動車の水島製作所が、ラインストップして、まあ、経営はね、まあ、始まりということなんですけれども、その煽りというかね、まあ、今総社市内のウイングバレー自動車工業部品の12社は、全てストップということであります。まあ、ほぼストップと言っていいかもしれませんが、4000人の従業員の方々が自宅で待機をするという異常事態です。で、これはまあ LINE が止まるという理由は、まあ、大きく、まあ、3つあってですね、まあ、これは三菱自動車の、マスコ会長とも話をしたんですが、一つは、インドとインドの、まあ、足回りの部品が全くストップしているということ。もう一つはフィリピンの、電線の部分ですね、電線の部分がストップしているということが、まあ、最大の要因。そして2番目がヨーロッパで車の売り上げが俄然下がっているということ。もうそもそもその車が売れないということ。そして世界観全体の中で車そのものの販売数がどっと下がっているので、むしろその政策を続けていくよりかもう休止した方が、その方が会社の利益につながる、まあ、そういう苦渋の決断から、まあ、LINE がストップしていると、まあ、マスコさんと私が話をしているんですけれども、今その会社を閉めた状態でですね、厚生労働省の中で雇用調整助成金というものがあります。で、これはどういう仕組みかというと、まあ、雇用を持ちながら今ある会社を一時休止して
厚生労働省の労働側が言う、まあ、研修事業であると、まあ、例えば外国人の方々が今休止している、その時には、日本語教室をしようとか、あるいは、技術者に対しては新しい技術革新の勉強会をしようとか、まあ、そういうことをやった上で、全体の給料の 80%、90% を、まあ、国が保障しようということです。ただし、この全額、じゃあ、いいんだ、給料の 90%、80% をもらえるんだというふうに思ってらっしゃる方がいるかもしれませんが、それが実は間違いで、そもそも、休業中の給料は、その会社が、60%、本来の、まあ、100万円、例えば仮に100万円であれば60万円という設定の60万円に対する9割、8割を、まあ国が見ましょうという仕組みでありますので、まあ、休業中はその従業員の方々は本来の給与の6割以下、まあ、5割程度に下がってしまうという、まあ、この不景気感ということになってしまいます。まあ、そこでですね、まあ、私としてね、まあ、三菱自動車の社長会長から、また北尾所長からも要請を受けて、市長、政府に対してね、この雇用調整助成金は本来であれば2ヶ月半ぐらいいただくのにかかると、いわゆる4月の給料を7月ということに振り込みになってくるので、これじゃあもう家賃が払えない、買い物ができないということになるので、前倒してね、せめて1ヶ月半程度に持ってきてくれないかということを受けたので、まあ今僕も全国市長会の経済委員長をやっていて、岸田自民党の政調会長に直談判しに行きましてですね、もう完全防護で行きまして、この雇用調整助成金の前倒し支給というものを政府としてぜひお願いしたいということを、まあ、今話してたりしています。そして、まあ、巷噂されています政府がね、今ちょっと揺れている感じがありますが、著しくその給与が下がった方々に対して、まあ、30万円で、昨日は、公明党さんが、山口代表が全国民に一律10世帯に10万円と、まあ、そういう、まあ、どっちに転んでいくか分かりませんけれども、まあでも今ね、この政府の、まあ、動きとかテレビ新聞を見ていて、私って該当するんだろうか、うちの会社って、200万円をもらえる会社なんだろうか、一人親方の人100万円、自営業の方々、100万円対象なんだろうかという疑問があります。で、これをやっぱり市役所としてわからないなりに答えていくということが必要だと思います。で、公務員さん的に言うと、いえいえ市長、それはまだ国の制度が決まっていませんし、4月24日にならないとこの政府原案そのものが、予算が決定しないので、今はお答えできませんから、窓口作っても無駄ですというふうに言うんですが、まあ、それは違うでしょうと。今本当に市民が不安に思っていることをこう聞いて差し上げて、分かる範囲で答えていく、あるいはそこが分からないんですよということを答えていくということが、市役所としては今一番大事なんだよというふうに言ってしまってですね、実は総社市役所では、昨日からその国の政策なりね、悩み、経営の悩みなどについて相談窓口を市役所玄関のところに設けたところ、昨日1日で16人の方々が悲痛な叫びを訴えてこられました。それはね、飲食店の方々も普段の売り上げの1割5分、1割、
そして歯医者さんが本当にもう今誰も患者さんが来ないみたいなね、ことになっていて、2割3割もう今歯医者さん行くと待ち時間なしですよみたいな、ね、まあ、そういうことが起こっていたり、その連鎖がね、起こっているということです。でこれをね、行政としてじゃあみんな店に行ってあげましょうと言えないというところが、もうコロナのね一番の難しさであってね、今は本当に耐え忍ぶしかない。で、総社市としてもね、ちょっと今この番組では、具体的な内容を、まあ、議会というものがあってですね、発表はできませんけれども、来週中にも総社市議会の臨時議会を開いて、緊急コロナ対策総社市版の補正予算というのを、議会に提案して、審議して、した上でね、可決成立というところに行きたいというふうに思っていますので、もう本当に、総社市として、ね、倒産をさせない、倒産企業を出さない、まあ、そういうことを、一大目標としてね、頑張っていきたいと思います。今医療の現場がね、どうなっているかなんですけれども、本当に、ちょっと熱あるんじゃないの、37度を超えている、38度を超えている、私ってコロナウイルスにかかっているんじゃないのっていう方がね、結構います。でそういう方が、病院に行くと、まあ、病院はそれを断ってしまうとか、家でもうちょっとしばらく様子を見なさいとか、まあ、そういうことになりがちなわけであります。でこれは、まあ、本当に、コロナの方だったとしたらね、まあ本当に今入院していらっしゃる方々に移してしまうと、そもそもその高齢者の方ばっかしが入院している中で、本物のコロナの感染者が入ってきたときに、それは病院クラスターということになるので、院内感染で、その院内感染なんかになるとですね、小病院はまさしく病院そのものが倒産していくということにつながっていきますから、総社市としてですね、まあ、市の公共施設で、市役所から離れた部分で、外来診察、まあ、コロナ外来相談しながらね、診察室を設けていきたいと今医師会と、同意いたしました。でこれはまあ全国的にも非常に珍しいケースで、我々市役所が、まあ、診察所を作って、そこでお医者さんが当番で、臨番制といいますが、そこで来て、診察をしていく。でその前にね、電話相談コーナーというのを作ります。まずその診察所に来る前に、電話相談で今の症状などを聞いて、そして、ここに来てくださいというか、あるいはそれは多分違うよ、普通のお医者さんに行きなさいというかね、そのまず、前段階で、医療機関と市役所の職員が、合体で、相談電話コーナーというのを作って、まあ、二重システムでやろうとします。で、その診察室に来て、これ危ないよというところを見つけたときに、救急車、隔離救急車であるとか、それで、まあ、CPR の検査を行っていくという流れを作っていきたいと思います。でこれは今日明日のということではなくて、本当に、まあ、今岡山県下16人の感染者ですが、これが40になり50になり、医療崩壊寸前みたいなことになった時に、この診察所をスタートさせるということとしたいと思います。でこのスタート日については、医師会と相談をしながら決めていきますが、総社市は、まあ、特別チーム、いわゆる長崎大学の熱帯医学研究所の、山本太郎教授をヘッドに専門家チームを作っていて、まあ、その専門家チームと相談をしながら、
今こそその隔離外来をスタートだという時には実際にスタートしたいというふうに思います。そして問題は、医療崩壊そのものになろうかとしている時に、軽い患者さんをね、受け入れる場所をね、作るということを総社市としてやっていきたいと思います。場所はこれから決めていきますけれども、岡山市で発生した、あるいは倉敷で発生して、もう倉敷中央病院に入りきらないというようなことがあった場合、それは総社市で、軽症の方々はお受けしようというシステムを作っていきたいと思います。困った時はね、お互い様なんでね、これはもう総社市として、大々的にやっていこうと思います。ただ問題がね、僕の今考えていることの中でね、この隔離外来を作った時のお医者さんに来ていただく防護服なんですよ。でこの医療用防護服を、僕たちが今かき集めて、あれね、そんな高くなくて1枚3000円、1着3000円ぐらいの値段なんですが、全国本当にあります。大阪の府知事さんがね、なんかレインコートとか雨がっぱみたいなことを言ってますけれども、やはり医者を守るためにはね、正式な医療用防護服というのが必要なんです。でそれが250着しかないっていうのがね、ウィークポイントなんで、今ね、総社市内のアパレルメーカーと今相談をしながら、防護服作ってもらえませんかという協議を始めました。で今アパレルメーカーの方々が、それじゃ ちょっと研究してみようかということで、経済産業省と厚生労働省と総社市内のアパレルメーカーをつないでですね、医療用防護服を総社で作っていかないかということをこれから進めていきたいというふうに思います。今本当に総社市内ですね、このコロナでもね、みんな本当に落ち着いてまいりましょうなんですけれども、間違ってもね、買い占めとかね、スーパーマーケットがなんかもう大パニックになるような、そういうことだけは避けたいと思って、今総社市内で35万食の食料を備蓄しております。で、35万食総社市に用意しておりますので、冷静なね、行動を心がけていただきたいと思っています。障害者の方々、障害ある方々がね、今そうもう総社市内、倉敷市内もそうですけれども、マスクがないということでね、マスクないんなら作っちまおうということで、この、総社デニムマスクというのをね、作ろうということで、最初総社市民だけでね、発売してたんです。で総社市民に発売したところですね、実は4500枚バーンとか売れましてね、そうこうしているうちに、じゃあ全国からって、全国から北海道も、僕のツイッターでですね、なんかこう、そうじゃデニムマスクを作っているんだよと言ったらですね、私が欲しい、こう私も欲しい、私も欲しいみたいなことになっていって、じゃあその、11位のね、A 型作業所、B 型作業所の方々が立ち上がってくれてるんですけれども、全国に向けてウェブで、インターネットで注文できるようにしようじゃないかって市役所の職員さんに言ったら、もうメスもね、メスももう無理です、無理です、そんなことをしたらもうなんか注文が殺到して作れないですとかと言うんで、いやいや、だって今 B 型作業所の方々のお月給、月給はね、内職仕事みたいなことばっかしなんで、月給1万円だったら、このマスクをね、製造販売したらお給金が上がっていいんじゃないの、注文したらどうなのというふうに言って、職員さんを説得して、それでウェブでポンとこう全国発信して、
まあ、皆さんお買い上げくださいと言ったらですね、なんとなんと僕は1万枚ぐらい来たら、すごいなというふうに思ってたんですが、今朝の時点ですよ、15万6868枚のご注文をいただきました。15万6868枚も全国で、売れたということです。でこれはあの3つのこう、まあ、理解、まあ、良かったなというのがあって、1つは本当に障害ある方がもう今ウキウキワクワクして、僕たちが作っているマスクがこんなに世間から注目を浴びて、求められているということ、頼りにされている、まあ、生きてきて、本当に今、自分たちがもう必要とされているということ、そして、まあ、お給金そのものも上がっていく、やりがいがあるという生きていく喜びみたいなのが良かったなというのが一つで、もう一つは本当にマスク不足の中にあって、まあ、マスクが手に入るということが、まあまあ、実際にね、これが一番大事なことかもしれませんが、一つ、そしてもう一つの喜びは、そもそも、これかっこいいじゃないと、このそうじゃデニムマスクってかっこいいよねというおしゃれなところに使えるということが、3つ目の喜びですね。で、まあ、今も注文を受け付けていて、そしてその障害ある方々の施設、そして、その応援団の方々ももうみんな手を挙げて、来てくれるようになってですね、1日にね、将来1000枚2000枚作れる体制になろうかとしていますので、これで総社がね、コロナで、どん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 もうなんか元気がないね、背中が曲がってもうね、本当にもうしょぼしている中で、本当に今一番元気があってやる気になって活気あふれるところは総社市内の障害ある方々の作業所かもしれません。これはね、僕は本当に市長としてすごく嬉しいことです。番組の終わりに、皆様方に申し上げたいことがあります。私は今回のコロナウイルスの問題ですごく悲しい、これはやっちゃいけないと思っていることがあります。まあ、市長仲間から、他の市長の仲間からね、ある市で、まあ、感染者が出ましたと。でその感染者の報道のあり方がね、まあ、報道っていうか、まあ、保健所が発表したりとか、県庁が発表したりとかね、まあ、それぞれ当該する市長が発表したり、まあ、極力、名前と、まあ、住所なんか分からないように発表するんですが、どうしても分かってしまう、そういった時にね、風評被害出さないように、ね、気をつけて、みんなで守っていく、そのことだけはお願いをしたいと思います。ということでね、総社市長片岡総一でした。どうもありがとうございました。